りょうばです。りょうばです。こんにちは。ナンバー26。はい、姫路から、はい、姫路に泊まったんで、はい、今日は姫路から海老名サービスエリアを目指します。お家を要するに目指します。お家目指して帰ります。その前に、やっぱり姫路城を見て、はい、それで姫路城の前で買い物したかったのよね、うん、次回、はい、で五穀寺神社、はい、ちょうど姫路城の隣にあるんですけど、ね、ちょうどね車もここに泊まられて、そうなのラッキーっていう感じで、うん、いい神社でした ね、 ね、あのこじんまりとした、うん、決して大きくはないけれどもっていう感じでね、そうそう、うん、なんかあの桜がモチーフなの、そうかわいいのね、あそこの桜はね、うん、あの御朱印も桜がついてたでしょ。そうなの、あの普通のもあったんですけれども、うん、せっかくだからこう綺麗な御朱印にして、ね、の桜のマークがこうついてて、うん、でこれ買ってくださったんですよね、はい、ストラップ、はい、これも可愛いあの鈴がなって、あ、私見つけたこの前の、あ、若返り、はい、若返りやっぱり見つけました出雲の、あ、出雲の若返り、はい、でも桜のこれもなんかきっと若返りでしょ、きっとね桜ですからね、はい、はい、それで3倍速ですけれども、はい、またなんか高速に乗るインターがなかなか出てこない。姫路の街ってすごく綺麗だし、うん、走ってるのはすごくいいなと思うんですけれども、うん、あのもっと思いのほかインターチェンジがすごく遠かった新幹線と同じように考えてはいけません。そういつも新幹線で来て、うん、駅の目の前にもいろんなものがあってすぐね身軽にね、そう、そういう感じで、あの広いというのは知ってたんですけど、姫路がいかに広いか、車で走ってより思いましたね。だってここを走ってるのはまだ高速じゃないのに、なんか高速のようなあの綺麗なところがいっぱいあって、そう、うん、あの舗装されてるしね、そうそうそう、あ、まあ当たり前かもしれないけれども道路もなかなか良くって、うん、そうなの、なんかあの街が綺麗、そう、雰囲気もあって、ただこの辺に来たら早く入り口とかもちょっとね、あの知らないと気が焦っちゃうのよねあ、ようやくあって、これが山陽姫路、はい、東、うん、東っていうとこから入って、はい、あの、うん、山陽道ですね、だからね、そういうことになるね、うん、で山陽道からもうあの目指しますお家はい、でもその前に山陽道になるのかな、それとも名神か新名神になるのか、あの、うん、初めてのサービスエリアで、そう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 、あのここ今入るんですけれども、うん、幹、三つの木って書くのね、うんうん、ちょっと馴染みないですよね、なかったけど、まあ、兵庫県ですよね、あの地元でも有名なんだと思うあの淡路島の玉ねぎとか売ってて、うん、関係あるのかな、近いんですよきっと、うん、ここ場所的に淡路島のとか、あ、それで玉ねぎ、淡路島の玉ねぎ有名なの、一番美味しいの、あ、なるほど、だから私しこ玉買ったの、あ、それで大きい玉ねぎネットで買って、そうそうそう、それで2つだけありがとうございます、いただきもうとうの昔に食べ終わっちゃいました、はい、あの新玉ねぎが美味しい季節だったんで、うん、ね、まだちょっとね、あの新玉ねぎありますけどね、うんうん、そうなんです。それで、ちょっと幹で、はい、そういうお買い物もして、それから、また戻って、うん、今度は、多分だから名神とか新名神これやっぱ関西のなんか道路よくわかんないんですけれども、 そうね、うん、それでこう見ると次にサービスエリアのあるのが、うん、私たちの好きな宝塚北なんですよね、はい、一曲どうぞ宝塚ルン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 、ほらぴったりねでも実は違うの、うん、実はシャーボンだ、ね、それがなんで宝塚でぴったりなになっちゃうんだろうか、なんか文字がぴったり、そうなんか私もなんかサビのとこ来るまではてっきりそれが合ってると思ってたもん、でも、なんかあのちょっとお耳汚ししましたけどでもあのすごくいいところで宝塚ね、そう宝塚北に、また入ってきました、はい、でここ寄ろうかなどうしようかなってすっごく悩んだのよね2人して、そうだけど、うん、ここ降りたら1時間は絶
た人たちも行くでしょ、いるので買い物もするでしょ、見るとこいっぱいあるでしょ、ここだとまたあのお茶も飲みたくなっちゃうでしょ、だから意を決して、そう断念してまた戻りました、はい、戻りました、心を鬼にし本当は行きたいの山々ですが、ただ次サービスエリアどこかなとか思ったら大津なんですね、それがちょっとねウキウキする原因の一つで、あの行きにね、行きたいと言いながら刑事バイパスに入っちゃって行かれなかった、ずっと言ってたもんね、行きたいって、そうしつこいからね私粘り強いと言いましょうか、そう、それでだからもう下りは、これ上りですね、上りは絶対行くんだ、上りは絶対に行くと決めてたので、だからまあちょっと宝塚来たらパスしてもいいかなって、ね、今度来た時は絶対行こうとか言いながらね、そうそう必ずまた来ましょう、はい、で大津目指してます、そう大津のだからねここがねその新名神と名神とどっち走ってんだか分かんなくなる、でも名神に行かないと大津に行かれないということです、ね、あっていうことなのかな、もしかしたら、なんかそのよくね新東名と東名のあれは因果関係は分かるんですけどねあ、そう、そしたらここが、行きたかった大津の結構あのパーキングの場所がいっぱいあって広かったのね、やっぱりお休みになる人が、休憩取る人が多いし、でちゃんとあの、フロアも1階があり2階がありっていう、ただここって地図で後見て思ったんですけど、本当に琵琶湖の下の方なのね、こんなちっちゃいところだったのね、だから琵琶湖ってどれだけ大きいのっていう、ね、これだけでもね、それ見ただけでもなんかもう見渡す限り琵琶湖で、雄大な感じして、そうここイートイン2階のイートインでね、お茶しながら見てたんですけどね、あのどっちかっていうとお茶しないと外の景色見れないように作られてるの、ね、だからあのこれはねちょっとでもお茶して、そうそう、あのいい景色をたっぷり眺めるのが手かな、美味しかったね、あの団子団子茶団子、美味しかった、茶団子すごくちっちゃいんですごくちっちゃかった、そうそう食べやすくて、ね、これはでもちょっと得した気分、これだけの景色を見て、大津もだからまた通るときには通りたい、あの立ち寄りたいですね、そうですね、景色がもう大持ちそうお天気も良かったしね、そうそう、その線もあったかもしれない、ね、そしてまた走って向かうのが、パッと次のサービスエリアはどこかなって思ったら、はい、私たちの好きな土山です、はい、たぬきちゃん、はい、たぬきちゃんのお迎えが嬉しいというあの信楽のたぬきだらけの、そう赤いたぬきや黄色いたぬきもいるし、太ってる可愛いたぬきちゃんもいるし、で行きに私たちあそこで、ここのお寿司美味しそうって、そうなのよね、それをいやらしく覚えてたのね、はい、いやらしくかあのどのぐらい帰りに時間がかかるか全然読めなかったので、じゃああそこのお寿司を買ってそれで持ってどっかサービスエリアで食べられるところで食べることにしましょうかって、もうね朝から晩ご飯のこと考えどっちかっていうと、もうしっかり考えてどこで買おうかって考えて計画はもうちゃんと立ってたって、食べ物だけの計画は立てます、すごいね、もう立派に立ってました、でここはあの行きん時もお話ししたと思うんですけれども、上下線一緒なの ね、建物がね、そうだからね、まあ、ちょっと下見はできてるということだからあそこのお寿司いっぱいあるからっていうことで、あんなにいっぱいあったらっていう感じでね、あのちょっと選ぶのが大変なぐらいいっぱいありましたよね、もうこれなんですけれども、私この真ん中のバラ寿司買ったんですけど、でもね横にあったねうなぎの押し寿司っていうのすごく美味しそうだった、 あとなんか牛のもあったのね、あのあった種類多いわね、ここね、で買って、はい、あのどこで食べるかなみたいな感じまだまだね晩ご飯には早いぞ、ひたすら走りますみたいな感じなんですけど、またサービスエリアっていうのがないんですよね、そうずっとなくて、あの要するに伊勢湾岸の方に走りますから、はい、そうするとあのカリアはあるけどあれはパーキングエリアだったね、ねえびっくり、あれでも本当にサービスエリアみたいに楽しいというか、そうだから、あの寄るのは寄って、はい、寄ったんですね、はい寄ったんです、カリア大好き私たち、で
ここの、あの本当に伊勢湾岸自動車道、うん、ここいつも通るときお天気がいいせいかいつ通ってもいいですよね。あのね、空がもう全部見えるっていう感じで、そう、あのいっぱい空が見えて楽しいのよね、うん、なんかあの開放感っていうのかな、そう、なんかあの、うん、ね、景色が本当に大好きです。ここ、これ観覧車見えてきました。乗りたい乗りたいとずっと言ってて、あの刈谷のパーキングエリアで、うん、あのまた買い物もしましょうみたいに行って、はい、それで休憩して、はい、念願の観覧車には乗ったんですけど、はい、乗った様子は、はい、これの最後の方のおまけって言うんですか。うん、おまけでご紹介できたらなと思います。そうですね、はい、でもカリアでいつものようにお花も買っちゃいましたね。はい、お野菜も買いました。おせんべいもあのエビせんなんかも美味しいの買っちゃいましたね、はい、やっぱりあの楽しいです買い物は。ただカリアの前に、うん、あの他でもいろいろ触れ込みで、うん、トイレがすごく綺麗、カリア行ったらトイレ行きなさいって言われたのね。そうそう、アドバイスで行ったんですけど、はい、宝塚北のトイレ見ちゃったら、はい、なんかちょっとそれほどわーみたいにはしませんでした、ね、綺麗は綺麗なんですけれども、うんうん、あの大感激はしない。大感激があの宝塚北で薄れちゃいましたね、はい、あの、うん、もうねシャンデリアには負けますよ ねそれでここトヨタジャンクションの方から、うん、あの新東名に今度は入って、そうで初めてのサービスエリア。そうなんです。それ岡崎、そう岡崎、うん、だいたい新東名いつも通らないから私たち。そうでもその方が早く帰れるってことで ねナビちゃんはいつも新東名行けって言うんですけど、うん、今回やっぱり姫路からねちょっとサービスエリア、うん、ちょっと長いんでね距離、海老名まではかなりあったのでじゃあできるだけ距離が短く、そう、早く行くよ、早く行き帰れるようにその間じゃあここの岡崎宿でもまた遊んでしまいましたけど、うろうろしましたけれどもここのサービスエリアも思ったより全然良かったですね。そうなの、なんか今まで行かなかったことが行けなかったよ。そう行けばよかった。でもここに行こうと思うと、うん、浜名湖に行かれないし、そうそうなの、あっちの全部のあの富士川も行かれないし、大好きな浜名湖の富士川、うん、そうだからやっぱり両方は無理、どっちを取るか、そうどっちを取るか、どっちを取るか、だから行きあっち行ったら帰りはこっちとかね、今度から考えましょうか、うん、あの行きと帰りは通るところを別にしましょう、ねということで目指すははい、あのそうすると次は前に行ってうなぎがないって騒いだ、はい、あの浜名湖じゃなくて浜松さん、浜松だからてっきりね、そうあの焼いてるうなぎがあるのかと思ったのよね。そうなかったなんか食べ物中心にでもないというのが分かってるので、うん、まあなんかあそこ広くて綺麗そうだったのであのまあ、サービスエリアです、うん、またちょっと立ち寄ってみましょうかみたいな感じで、もうほとんど日がなんか暮れてきてたんですけれども、ね、夕方になりましたねここでね、うん、で立ち寄りました。はい、浜松です。前ここ来た時すごい風が強くなかったね。そうなの、でも今回はなんか穏やかで、そう、なんか綺麗な感じがしてなんかイメージがだからねすごく違ったの、前と違ったわよね、うん、で外側がすごく綺麗で、そうテラスがあって、テラスがすごいいい雰囲気で、そうだからここでお弁当食べられる、はい、実はここで食べちゃいました。そうこれ岡崎で買ってきたサラダとお漬物で、うん、なんかまたこぼしそうな感じで食べてる人、実はこぼしたのよバラ寿司、あの開けようと思ってプラスチックの蓋をピュッて開けようと思ったらボワッとバラ寿司の半分がこぼれてしまった。もうなんか語るに涙ダイエットになりましたねなりません、またでも外真っ暗になったので、うん、そのまま走って、はい、今度静岡の一応サービスエリア、はい、来ましたよ静岡に。真っ暗でお店開いてたんですけど、うん、ま、ちょこっとだけ見て、はい、でまた真っ暗の中を走り、はい、真っ暗です。で新東名最後のサービスエリア、はいはい、駿河湾沼津、うん、思いのほかいつもなんか実は良かったです。そういつも寄らなかったんです。お店みんな閉まってたんですけど、うん、きっと美味しいでしょうね。なんか今のあの魚屋さんとか絶対今度食べてね、美味しそうに見えて、もうちょっと早い時間に行って買いましょう。それでここの2階のトイレ、これもまたすごく綺麗。そうびっくりしました。なんかプレミアムトイレっていうんですね。ね、
感激しちゃって、うん、それで結局は東名と合流して海老名に戻ってきました。深夜でもないか、うん、夜の海老名に着きました、まあ、今日中にうちに帰れるだろうっていうことになりました。おめでとうございます。無事に往復できました。できましたね。はい、で私たち今きっと北海道にいると思うんですけども、うん、抱っこ見てるかもしれません。見れるといいね。はい、それで、はい、いいねとチャンネル登録を、はい、よろしくお願いします。おまけです。これ2倍速なんですけど、ゆったり見えるけれどもね、うん、観覧車、憧れのカリアの観覧車、そう、あの6台に1つ、うん、5台に1つ、あのシースルー、うん、下も見えますね。あ、そうそうそう、それを待っててわざわざこう、そう、下が見える分だから足元まで全部ね、うん、クリアになってる。で怖いかな怖いかなったら全然怖くなかった。不思議と怖くなかったね、うん、そうなの。なんかゆったり、あの時が流れ、なんとこんなゆったりしたっていう、なんか、うん、それでカリアの全貌が見えて、うん、あ、温泉はここなんだとか、そう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 、遊園地はこれなんか温泉行けそうね、私たちね、あ、今度だからそのまんま行けそうね、なんかすぐ下が温泉、そう、あのカリアで今度だからもうちょっと時間とってね、そう、もっとゆったりしたスケジュールで、スケジュールでカリア温泉も疲れて、でしかもあのゴーカートも遊べてっていう、そう、遊び場も見つけてしまって、あの家族連れが一日中いるっていうわけが分かりました。やっと分かった。なんかそれまでは全然分かんなくて、何と思ってたんですけど、あ、ここで透明がね、あ、透明じゃないや、高速道路が見える、うん、ここもだから伊勢湾岸線道、伊勢湾岸線道車道、うん、はい、本当になんかあんまり遠く高くは登りすぎちゃって、ヤリスちゃんって探したけど分からない、うん、そこまではなんだけどそこまでは無理だけど、でもなんかあのいっぱい見えるって楽しくていいわ ね、高いとこっていいわね、ね高いところで喜んでピースしてた人がいました、はい、あの高いと嬉しくなっちゃうんですね、はい、うん、でもやっぱり観覧車ってもしかしたらあのあれね、恋人かなんかがゆったりとの、私たちせわしいから、うん、あれが見えたこれが見えたの、大騒ぎしちゃいけないのかもしれない、ピース、はい、ピースピース平和なひとときが流れております。はい、まあ、そういうことで乗ってよかったね、うん、富士川行きたいな今度。富士川ちょっと小さいですけどね、うん、富士山が見える時間帯に行って、そうそうそう、富士川の観覧車にも乗ってきましょう、うん、乗ってきたいです。はい、今回は頂上で、もうすぐ今度下ってます、はい、はい、降りてます。楽しかったですね。すごく楽しかった。